はい、もみがら散布の4日目になります。はい、散布する箇所がね、近くなんで、このまま移動しちゃいます。
よっこいしょ。はい、動画は止めまーす。はい、4時過ぎましたのでね、最後の一社にします。ちょっと今日はね、この山終わりそうもないんで、まあ霧のいいところでね、終わりにします。で、あと、天日干しのコシヒカリと、もち米が残ってますんでね、これ、なく最後まで綺麗に取ってもね、また出てしまいますので、取りやすいところを取ってね。でとりあえず今日は一回中断します。最後の一社です。今日もね、雨、多分夜から雨になると思うんですけどね、まあ、一日なんとか天気持ちましたんでね、予定の仕事がすることができました。まあ、明日雨降ればね、雨降ればむしろ干しのコシヒカリを一旦ね、こういう米を入れる袋に取ってね、それを精米すれば、コシヒカリの方はね終了になるんです。あともち米ですね、もち米は多分10日頃になると思うんですけど、を収穫すれば終わりになります。でもち米もね、多分天日干しになるんで、乾燥機の方はね、清掃を並行して始めます。もう乾燥機使いませんので、乾燥機の清掃をやれるところまでね、やっておきたいと思います。
ちょっと蚊が出てきましたね。蚊がちょっとうるさいです。よいしょ。今年はね、真夏は蚊少なかったからね。で、涼しくなって蚊出てきましたよね。やっぱり蚊もわかるんだね。暑いっていうのがね。はい、蚊に刺されるのは注意しましょう。よいしょ。よいしょ。じゃあもみ移動します。動画の方は一回止めます。はい、もみ殻を散布します。はい、もみ殻散布4日目ですね。終了になります。お付き合いありがとうございました。